おはようございます。ねえ、あのさ、1個前のビログと全然なんか変わってないんじゃないの？なんか服も白いし、髪型もなんか同じじゃん？大丈夫？ちょっとまつげはね、増えたんだけどね。つけてからね。そうですね、おはようございますよ。今はね、8時45分。8時45分よ。朝早いよ。なんかね、今週の水曜日に、なんかドバッと、なんかこう、もうすごくわかる。体からなんかもう休みなさいみたいなのが出てて、なんかさ、先週頑張って結構毎日ジム行ったんだよね。で、その流れで今週の頭とかも行ってたんだけど、なんかさ、言わない？なんだっけ？なんかマラソンランナーの、マラソンランナーがほら 32.195km とか走るじゃん。で、走った後のそのゴールした時のそのなんだっけ、体を調べた時になんか疲れ度がその馬から死ぬ人と同じレベルらしいの。それほど疲れてるらしいのね、そのマラソンランナー、フルマラソン走る人の最後って。だからさ、そのそれだけ運動しすぎるのも体に良くないわけじゃんか、結局ね。なんだけど、まあ、でも私はさ、そんなレベルじゃなくって、全然、まあ、なんか自分で調節しながらジムに行ったけど、でもなんか30分歩き続けるだけとか、そういう日もあったのね。あ、今日は別になんかダンベル持ち上げたくないなとかさ、なんかハードなワークアウトしたくないなっていう時は、ほんと30分ただ歩くだけとか、それだけだったんだけど、なんかその今週の水曜日にすげえドバッとなんかすげえ疲れて、なんかさ、やる気も起きないわけで、なんか勉強のやる気とかも起きないんだけど、まあとりあえずビデオのエディットとかその日はしたんだよね。でなおかつ家にいたら、なんかさ、この家にいて気づいたことがね、家にいてちゃうとさ、もうやることがありまくりなわけよ。もうあのね、私が学生やろうが YouTube のビデオ作ろうが、それ以外にやることはありまくりなわけ、家にいてちゃうとね。あい、洗濯物しなきゃ、洗濯物なんてさ、もう包んで回ってるようなもんだからさ、洗濯物しなきゃです。で、そうさ、洗濯物の合間とかにシーツとかも洗いたいじゃんね。そんなんしてさ、ずっと一生回ってんのよ、洗濯物乾燥機なんてね。で、それ洗濯物とか目つくしさ、で、猫のあのリッタートイレをピックアップしなきゃとかさ、木掃除しなきゃとか、あと掃除機かけなきゃとか、あ、食器洗わなきゃ、あ、夜ご飯作る時間を省くために今ちょっとなんかできることをやっとこうとかさ、そんなんやってたら余裕で2時間とか3時間とか経つわけで、そうするとさ、その私の大事なさ、宿題する時間とかだったさ、その2時間3時間吸い取られるわけよ、家にいてちゃうと。だから、あ、家にいるのよくねえなと思ってね。家いると結構お金かかんないんだけど、それこそなんかお家でコーヒーも作れるし、トイレにも行けるしね、心地いいんだけどさ、心地いい状況で勉強はできるんだけど、でもその反面なんかすげえやることが見えてきちゃうとか思っちゃって、だから家いるのあんま良くないな、特に宿題とかやらなきゃみたいな時は家いない方が、もう本当にそういうこと、図書館に行くしかないなっていうのをすごい、まあ、感じたんだけどさ、まあ話ずれたけど、そういう感じの週だったの。今もう金曜日じゃん、花金じゃん。で、気分的には上がるんだけど、でも別に土日が忙しくないわけではなくって、もうやることもたんまりあるんだよね、まあ、子供の習い事が大体なんだけど、なんか今までさ、木曜と日曜日は習い事入れてなかったんだけども、日曜日に子供のさ、あのボーイスカウト、今はねボーイスカウトって言わないらしい、そのジェンダーのあれで、今はスカウトっていうらしい。ボーイスカウト、ガールスカウトってあったじゃん、あれが今スカウトだけらしいんだけど、そう、それとかを日曜日に入れたから、結構もう子供に振り回される週末っていう感じだけどさ、でもね、私思う、それぐらいだと思う、もう親になっちゃうと、私ってあの親になったから、もう私の残りの人生はもう自分の子供のために生きてるからさ、うん、だからあの子たちの先の人生が
豊かになるように私はそれの手助けをして準備をして助けているっていうだけなんでだからまあ全然いいっちゃいいんだけど、でまあ私もゴールとかあるけどさ、それをさこう全うしたいのもさ結局子供のためだからさ、子供がいなかったら多分こんなゴール作ってないだろうしねっていうね、まあ、そんな感じで私はこれからジムに行こうと思います。なんかすんごい寒いからすごいバキバキ動くつもりもないから、ちょっと歩く今日も、うん、今日も歩こうと思う。ジム行って、でなんかここで今日はなんか20分ワークアウトでもしようかなとかいうなんかスペースがあるんだけど、なんかマット敷いてできるようなヨガができるようなスペースみたいなところよ。でね、そう20分ぐらいワークアウトしようかな、走った後とか思ってさ、でジム行った時に聞いたの、そのスペースが空いてるか今日。そしたらなんかなんだっけ、あそう9時半からなんかレッスンしてるとか言って場所使ってるみたいな。でもそのレッスンすごいいいからなんか受けてみるといいよとかって言われて、でなんかあなんだっけコアマッソを鍛えるなんかワークアウトで1時間あるよみたいな感じで、でまあ好きだよね、そういうの好きだから、あーやってみようかなとか思って、で20分走った後にさそれに参加したのよね。でもさ疲れた、ちょっとやっぱり1時間はさすがに長い。なんか1時間ヨガとか1時間ヨガとか全然できるし、まあ、歩くのも走るのも別に1時間はいいけど、コアマッソ1時間はきついべ、さすがにすっげー疲れた。だけども私はちょっと時間がありますので、あれだ、ライブラリーに行ってくるだ。どのぐらい行こうかな、ちょびっと行ってくる、ちょびっと行って、ネイルのアポイントメント入れてんのよ。見てこれどんだけ長いと思う。3週間じゃん、3週間経ったんだけどさ、1ヶ月ぐらいまで頑張ってくれと思ったんだけど、うん、まあ大体そうだね、私は4週おきぐらいで行くけどさ、そうこれ行かないとだから、そうこれ行くまでちょっと時間あるから、ちょっと図書館行くだ。めっちゃ疲れた、マジ。
にちは。ちょっと勉強しようと思ってたらうちのお父っつぁんが来た。うちのお父っつぁんが来てなんかやってましたな、私のパソコンを撮って。だからちょっと読んで、もう時間だから私はこれからネイルアポイメントに行ってきます。よし、帰ってきた。見て、黒にしたんだけど、どうや、どうや。黒さ、ものすごく昔流行らなかった。なんか中学生とかさ、そんぐらいの時流行らなかった。あれしてる時間がないね。あのご飯作ってる時間がないくて、なめこの味噌汁があるから、なめこの味噌汁とサラダ食べようかな。ご飯もないじゃん。は？え？お米もないやん。ああ。こういう感じでね。たものがあります。お皿があります。レタスがあります。レタスがあります。レタスを置きます。キャベツがあります。キャベツを乗せます。なんか何もねえじゃん。え？何もねえじゃねえかよ。ドレッシングはセサミドレッシングか、このシャンパンドレッシングか。シャンパンドレッシング。なんだそれ？シャンパンドレッシング。なんかシャンパンって書いてある。まあうまいんさ。シャンパンやな。プロテインがないんだけど、プロテインが。これは昨日煮つけた大根と卵。なんかおでんじゃないよ、普通のなんかだしで煮ただけみたいな。まあおでんっぽくなったな。うん。おでんっぽくなった。まあいいんだけどさ、それとあとなめこ汁がある。それを食うのか私は。いやっていう、あの残り物お掃除係か。でもほんとそうだよね、お母さんってそうだよね。残り物か食べたりとかさ、そういう感じじゃん。染みてます。はい、染みております。だしがめっちゃいいね、いいね。ちょっとさ、炭水化物もなければさ、プロテインもないじゃん全然。おいおいおい、しかもなめこ汁はご飯と食べたいぞ。そうじゃないかい、みんな。なめこ汁はお米と食べたかったぞ。なんかカレー残っててカレー食べるってなったけど米がないみたいなね。これが私のランチです。いただきます。うまっ、ごちっす。ねえ、皆さん覚えてる？
ね、前回のね、Vlogでね、私がね、水の話をしてたなんか。で、すごいいいウォーターボトルを見つけたんです。Amazon で見つけたんだけどね。これ2リットル入るの。2リットル。すごない？でさ、こんなん見たことない今まで。ここの口と、このストローと両方あんのよ。でさ、これ見てたじゃんか。パソコンで見てて。とか思って。みたいな。だけど、ちょっと試したいなとか思って、買ってみたんだけどさ、全然両方使う。Yeah, 全然使うし。なんかね、朝の7時、9時、11時、1時、3時、5時、7時、9時っていう時間書いてあって、まあ要は1日2リットル飲め、で、この時間までにこんぐらい飲めみたいな書いてあるの。これさ、結構昔に流行ったよね。こういう感じのやつ。だけど、まあそうだよ。2リットル入るのはなかなかあんまないから、見つけて、ああ、よかったと思って。これで、多分、昔みたいに、この水を飲むっていう習慣がつくはず。はい、ということで今回も見ていただいてありがとうございました。この日のディナーのコーンスープとタコスとあとワインとあとセージと酔っ払いダンスでお別れしましょう。今回も見ていただいてありがとうございました。次もよろしくね。Have a good night. Thank you. Bye bye.